はい、フジプロの新谷です。今日のジャンク品は皆さん大好きジャンクパソコンですね。はい、かなり久々にですけども、ジャンクパソコンがね最近高いんですよ。だってね、もう本当に昔の3対4ぐらいのディスプレイの Windows XP 搭載のめっちゃ分厚いめっちゃ古いパソコンとかでも3000とかで売ってますからね、頭おかしいんちゃうかと思うんですけど、久々にちょっとね、まだまだまあまあ新しそうな、新しくないんだけども古いんだけども、まあまだいけるかなっていうやつが非常に安かったんでちょっと購入しました。レノボでございます。はい、あ、ということで開けていきましょう。はい、こんな感じです。レノボのですね、レノボ G560 です。560シリーズって書いてあるんですけど、これシリーズなんですか。これは 06795FJ というモデルですね。スペック的にはですね、 Core i3 の350モバイルです。古いですね、3桁の数字なんで非常に古いんですけども、こんな感じです。 2.26GHz ということです。液晶の解像度 1366×768 ということで、フル HD ではないです。はい、でもまあワイド液晶です。ハードディスクは、320GB 入ってるやつなんですけども、抜かれております。でメモリーが、DDR3、PC38500 が、2GB です。これにメモリは入ってます。はい、あとウェブカメラがついてたりです。はいで、ジャンク理由なんですけども、まあそのハードディスクが抜かれてるというのと、これを見てもらうと分かんないですね。このシュリンクをまず剥がしましょう。小汚いというのと、あとは、もう今お分かりですかね、エンターキーがないんですね。はい、ジャンクらしいジャンクです。このレノボ G560 シリーズのこうオークションで調べると分かるんですけど、このキーボードのパンダグラフというんですか、これがねだいぶヤバみたいで、だいぶ作りがチャチーみたいで、キーが飛んでるやつが結構ジャンク品で出てたりするんですよね。はい、なんで割とちょっと弱いのかもしれないです。あとだいぶ汚い、めちゃ汚ねえなお前何はともあれ電源がつかなければ話にならない、電源をつけたいんですけども、AC アダプターもないということで動作未チェックということです。なんでまあ家にあるね、ちょっと代わりのもんで代用したいと思います。これもですね、レノボの前の動画でご紹介してますアイデアパッドじゃないんですよね、あれアイデアパッドっていうんですね。はい、コメントで知りました、ありがとうございます。それの AC アダプターなんですけど、20V の 20V の 2A 出力のアダプターです。でこれの純正こやつの純正がですね 20V の 3.2A ぐらいの出力のやつに対応なんで、まあちょっとアンペア数は弱いんですけど、まあ使えんことはないだろうということで、つなぎたいと思います。よいしょっと。はい、つけるとですね、はい、一応見えるかな、はい、バッテリーのチャージランプがまあ点灯してるんで一応通電はできてるといった感じでは、移動させてみましょう。お、つくな。あ、普通についた。はい、普通につきまして、まあ、ハードディスクがないんでこんな画面ですけど、つきましたね普通にね。はい、エンターキー、まあキーがないですけども一応反応はしてます、使えますあ、ちなみに、ね、値段言ってなかったですね、1620円です。はい、私としては高いんですけども、まあ、最近のパソコン事情、ハードオフのパソコン事情で、だいぶ値上がりしているんでだいぶ安い方だと思いますこれは。では、まあハードディスクとかもちょっと今ちょっと用意できないんで、とりあえず中パカッと開いてそれで終わりましょう。まずまあバッテリーは抜いときましょう。よし、バッテリーもですね汚ねえな、2010年製ということで、まあ1回も変えてないんで、おそらくまあかなり劣化はしてるかなと思います。
では、肝心のここ見ていきましょう。よし、これね、あの CPU まで抜かれてないかちょっとヒヤヒヤしたんですけどね、まあ運よく CPU は抜かれてなかったみたいで、ちゃんと起動したんでよかったです。抜かれててもね、あの安い、あの古い世代のやつなんで、まあオークションで3000ぐらいありゃ、下手したら i7 ぐらいで使えそうですけどね。はいはい、オープンです。これハードディスクですね。はい、入っておりません。でもマウンターはちゃんとつけてくれてありますので、優しい。うわ、汚ね。CPU ファン汚ね。中身こんな感じですね。だいぶ汚いです。かなり汚い。でマウンターですね。うわ、このねハードディスク、この滑り止めのこのスポンジというか、これがもうねっちょねっちょ。また掃除しないとあかんですね。これひどいな。でファンがこれ汚い。まあ、CPU はちゃんとついてるんで、ちょっとまた後で。で、無線 LAN のアダプターは刺さってますね。でメモリも標準、2ギガが1枚刺さってます。一応増設はできるんで、まあ本格的に使うんであればもう1枚ね、2ギガを搭載して4ギガぐらいで使いたいもんですけどね。で一応、DVD ドライブもついてて、さっき点灯してたんで、使えるでしょう。はい、こんな感じです。はい、で、まあこういう低価格向けのノートパソコン、まあ、大体言えることなんですけど、まあ、グレードがあってですね、まあ同じ G560 シリーズで上位モデルですと、まあ、i7 が入ってたりするわけですね。で調べると CPU 交換をしたというのもあるので、でもおそらくチップセットさえ合わせてちゃんと買えばポン付けで変わると思うんですよ。 i7 意外とまあ古いんですけども、 i7 まだちょっと値段が高そうなんで、まあ i5 ぐらいでちょっと完走できたらなというふうに思っております。でキーボードの方もですね、なんとかちょっと中古品で、まあ、ありゃいいんですけど、中古で出てるやつもねキーが飛んでるんですよね。はい、で価格 .com の方とかで調べると、レビューの方にエンターキーが飛んだというレビューもあるんで、やっぱり弱いんですねこれ。はあ、外付けでね、ベッドでキーボードつなげれば別に動くんですけども、まあそれだとノートの意味がないんで、まあ動くやつをちょっと購入したいと思いますけど、ちょっと今たまたまちょっと良さげなのを見つけたんで、要するにエンターキーだけね、なんとか取り戻せればいいんで、680円か。ちょっと考えます。はい。そんな感じで、今回は、レノボの、G560 というノートパソコンのご紹介でした。今となってはね、もう古い機種なんですけども、私の家では一番新しいです。はい。一番新しいノートパソコンになるんで、まあこれをちょっと、ノートパソコンではこれをちょっとメインとして使っていきたいなと思うんですけども、どんだけノートパソコンあるんだってね話です。そんなところで、今回はここまでとさせていただきます。さよなら。